ごきげんよう、中1の英語ですね。で今日はね、前回、複数形、名詞の複数形というのに入ったんですが、それのまた続きということでございました。ね。はい、じゃあ前回の話としては、例えばね、一つだったらいいんだけれども、例えば、I have a pen。ね。I have a pen。一本のペンを持ってます。ということなんですが、二つ以上になった時には、その名詞、pen という言葉に S とかをつけていかなくちゃいけないという話だったんです。はい。だから今回も、例えば、I have two brothers。ね。brother っていうのは兄弟、兄とか弟ということでね。まあ、兄弟ね。兄とか弟とね、いうことになるわけなんですけども、two、二人。なので、S がついて複数形にしてあげなきゃいけないねっていう話、前回やりました。S の付け方、それから不規則に変化するものなんていうのも紹介しましたので、もしちょっとそこら辺もう一回確認したいんであれば、一つ前のね、この動画、ビデオね、見てもらったらいいかなというふうに思いますですね。はい。で、今日は少し先に進みまして、はい。まずね、some と any っていう言葉。はい。こいつを紹介しますね。some と any という言葉ですね。はい。some っていうのは、まあ、そもそもということでね、意味としてはですね、はい。いくつかのっていう意味があるんですね。some にはいくつかのという意味があります。はい。いくつかあるっていうことはですよ、いくつかありますよね。ないものに対して、おお、いくつかあるねって言わないのよ。そう、だから some が前に来た時はね、後に続く名詞はやはり、はい、複数形にしてあげなきゃいけないんです。はい。ですから I have some pens なんちゅう調子で、some の後は複数形にしてあげなきゃいけないよっていう、そんなお話でしたね。はい。some はいくつかの、あとはだから、あの、ものによって単位いろいろですからね。例えば何人かのとかさ、で、何冊かの本とか言ったりも、それはそれでいいんだけれども、まあ一応いくつかのという意味があります。 some ということでした。あとには名詞複数形が続きますよというところですね。はい。で、もう一個、some とね、今度は any っていう話なんだけど、じゃあ any って何なのよっていうことになるね。はい。まずね、読み any って読みます。 any じゃないよね。 any ね、 any ね。はい。じゃあこの any っていうのは、はい、やはりね、いくつかのとかっていう意味なんだけれども、否定文とか疑問文ね、否定文とか疑問文で使うときに、このね、some が any に変化するんだね。はい。ですから、はい、これほら、 do you have っていうことで疑問文じゃないですか。またこっちも I do not have っていうことで否定文じゃないですか。はい。ですから、そういった否定文とか疑問文の中では、この some がね、 any に、まあ、形が変わるんだねっていう話なんですよね。はい。ですので、まあ、否定文疑問文だったら、で、some は any に変えましょうっていうところを覚えておいてください。はい。じゃあ do you have any pens ということで、あなたはペンをね、まあ、何本か、いくつかね、あなたいくつか、まあ、いくつかのっていう意味だからね、some の意味だよね。はい。ですから、あなたはペンをね、何本か持ってますかとか、I do not have any pens ね、私はペンを持っていません。なんだけど、ここでもう一つちょっと追加、情報をね、差し上げておきます。not any ときたら、ね、not any、まあ、否定文中のね、だから not だから any が当然来るんだけれども、はい、not any ときたら、ね、訳の取り方として、一つも何々ない。ただただないじゃなくて、一つも何々ない。やっぱりこの一つもは、単位いろいろあるから、それはそれでね、合わせてもらっていいんだけれども、一つも何々ないっていうふうに訳として取りたいんです。はい。ですから I do not have any pens で、はい、いくつか持ってないじゃなくて、私は一つも一本もペンを持っていませんという具合に、はい、 not any ときたら一つも何々ないというふうに取るね、そんなところ知ってってくださいねということでございました。はい。ですので、まあ、とりあえず、some ね、いくつかのという意味なんだけれども、否定文疑問文中は、some は any という形に変わる。そして、not any ときたら、一つも何々ないとなるっていうところをね、覚えておいてもらおうかということでした。はい。そして、もう一個やったのはね、数を尋ねるときの、まあ、聞き方ですよね。例えば、あなたは何匹猫飼ってますかね、いうふうに、その、何匹ね、10匹なのか100匹なのかっていうところね、聞きたいところ、数を尋ねたい時の聞き方。はい。それがですね、こいつなんです。
How many cats do you have? ね、ってな具合にちょっとこれ一回消しちゃうけれど、はい、このね、How many 複数形という形、How many 複数形という形をとって、で、あとはね、疑問のスタイルになるわけなんだけどね。はい、これで数を尋ねることができるんですね。はい、ですから今回は猫の数を聞きたかったから、はい、キャットの猫を複数、キャッツにしてあげる。で、do you have? ね、まあ、持ってるという意味だけど、ペットとかはさ、飼うっていう意味で取ったんだ、この have。はい、ですから、how many cats do you have? ね、で、これで、あなたは何匹猫を飼ってますか?ね、なんていうふうになる。あとは、だから、このキャッツの部分をさ、複数形。ね、例えば、how many pens do you have? としてあげれば、あなた何本ペン持ってますか ?how many books do you have? ね、あなた何冊本持ってますか?ね、っていうふうに言うことができるし、今度は、この have の方を、例えば、want とかっていうね、欲しいなんていう意味の言葉に変えてあげれば、how many cats do you want? ね、あなた何匹猫を欲しいですかとか、ね、how many books do you want? ね、あなたは何冊、本が欲しいですかね、なんていう風な言い方ができるんだね、ということでした。はい、この how many 複数形で数を尋ねることができます。だから答えも、yes とか no じゃなくて、はい、例えば、ね、何匹飼ってますか?ね、I have two なんていうことで、あ、2匹飼ってますね、なんていうことですね。だからまあ、これはあの、two cats ということでのね、まあ省略になってますけれどもね、まああの、続けるなら続けてもらっていいんですが、やはり two だから cats と複数になっていくということでございました。はい。ですので、まず複数形ね、簡単に復習しました後に、サムとエニーの紹介をしました。ね、サムいくつかのという意味でした。否定文疑問文中では、サムがエニーの形に変わる。ノットエニーと来た時否定文中、一つも何々ない。それから数を尋ねる、ハウメニー。ね、ハウメニー複数形の形でした。ね、例えば、ハウメニーキャッツ・ドゥ・ハウ。で、あなた何匹猫を飼ってますかね、なんちゅうところでございました。はい。といったところでした。ね、次回はね、ちょっと命令文、入ってみようかなというふうに思っております。ではまた。